きさ、はい、日誌の中でさこんなの着てたの、うん、高田しおり恵比寿さんからちょっとイエローからも言ってやって、うん、イエローさん、ピンクさん、花も恥じらう裏若き乙女がこんなことをやって恥ずかしくないんですか。うるせえ。はい、イエローからこのようなお答えをいただきました。ですので先ほどピンクの感想はイエローに言わされていたということでございませんね。なんでよ。チキンカレーにキーマカレー、スープカレーも仲間入り。カレーといえば桃の木カレー。桃の木チキンカレーにキーマカレー、スープカレーも仲間入り、カレーといえば桃の木カレー。ほらなんだよそこイエローでしょ。今日からイエローを改めカレーになったんだね。違うよ、私カレーの後にちゃんと桃の木イエローって言おうとしたのにかぶせてくるから何これ。いやだからなんだよでしょね、この前お家帰った時に、うん、そのラジオで備前焼きの話しちゃってネタにしちゃってごめんねっていう話をしたんですよ。うんうん、悪いっていう話をしたら、うん、お父さんめっちゃ喜んじゃってやっぱりめっちゃ喜んじゃって、それでもなんかひょうこほら早く来なさいって言ってもう棚にあった備前焼きを一つ備前焼きを一つずつ取り出して、うん、なんか白い紙に引いてなんかしかもあの6個で1枚とかじゃなくて、うん、1つにつき1枚取らされて取ったの取らされて今持ってる写メあ、ありますよ、ありますよ。見して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 、早く早く見して早く光の速さで見して、しかもなんかすごい光の当たるところになんかこう連れて行かれていい角度でいい角度で撮りなさいって言われて、うわ、写真の角度とかも指導されて、マジですごい本当だ。なんか一つね、私これどっからどう考えても石焼き芋焼くやつじゃんっていうツボがあって、しかもさらにうざいのがうざいんだ、うざいのがなんか紙になんかこう絵を描き出して、その備前焼きの一枚一つずつ説明を描き出して私のカバンにザンって入れて、もういらーこれは何年代に作られたもので誰が焼いて釜元はどこであるみたいな、それですそれです絵描いてわざわざすごーい。うちりお疲れ様でした。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 美味しかった。うまかった。ただねひよち、うん、あ間違えた、イエロー、うん、どっちでもいいか、うん、なんで私もあえて言わなかったのになんで最終的に自己完結するんすか。もうごめん、ことかパンデリングそのポーズも何なの両手を頭の上にぐるぐると回してスチャッみたいな、なんかこうくるくるくるって回してスチャッみたいな、なるほどね、ポンデリングのポンがこう円を描いてるわけだ。いやもう全然関係ないね。そうだよね。あの私の持ちギャグに、あのテヘペロっていうギャグがあって、なんか勝手に昔からこの人さんに持ちギャグとか言い出しましたけど、持ちネタがあってどうしよう、なんかやらかした時にテヘペロって言ってこうピースマークをくるくるくるって手の前で回して目のあたりでキラッってやってこうやって半目ウィンクしながら舌を出してテヘペロっていうギャグがあってこの人ウィンクのことも半目って言いましたそういうギャグがねあってて封印してた、気持ち悪いって言われて封印してたんですけど、うん、そやらかしちゃった時ってそのやらかすレベルはどれぐらいなの。大なり小みたいな意味がピンからキーまでみたいなこと